すげえ高い、マジ最強のカスタム探そうちゃんとお前計測してどれぐらいの時期リアル最強の組み合わせを見つけてこの3種類のベイだけいや一応でも大会出れるからね。まあ3つあるから ね出れる。何か答えがあるはずなんだよ。ちょっともう俺らこれの3期で大会出ようこれでどうにかな、うん、出てえな。優勝かすらはじめ社長とか出てたよ。そうだ、はじめ社長出てた。そうだ、だから決勝で高い当たったらお前胸熱すぎる。熱いぜ。高いなえ、君だって初期ベイでしょ。あ、初期ベイ。 X はだってもう初期じゃん。初期ベイ、あの自信満々に持ってっても止められて終わりあ、ダメ、これ初期ベイなんで。あ、そう。タロさんはもうオフ会しか行けない初期ベイ。だって俺打ち上げだけだし初期ベイオフしか行けない。だって出てないです、打ち上げってやばいだろ。おじさんたちと公園でやってこいよ同じ年代のおじさんたちと。確かに、おじさんも多分持ってないから俺貸さなきゃいけない。え、すげえ。すごいよ、もう1分半。こいつじゃない？ 1 分半行くな。これやばくない？さっき、あの、純正のシャークエッシャーと1分半くらいで。いや、全然違う！ったけど、まだ行くわ。これじゃない？いや、安定力。まだまだ行きそう。えげつね。頭がデスサイズか、それ。多分ね、その乱文にも書いてると思うんだけど、裏とかに。赤のやつな。デスサイズじゃない。ヘルズサイズ。あ、ヘルズサイズか。やばい、2分行くぞ。あ、すげえ。さっき動画待っても1分半とか。いやね、純正だともうそれだったけど、ね、これやっぱカスタム性あんだな、やっぱすごいな。全然違う、ね、だって純正のドランソード40秒ぐらいだったでしょドランソードこれがマジで。あー、いや超えた。あ、でも2分10秒。やばいね。すげえすげえ。ただ回すだったらこれエグい回る。こんな変わるんだ。うわー面白い。大会いつなんだろう調べようぜ、マジで宝トミー調べたら優勝すんぞ絶対に。出ねえよ、絶対絶対負けねえ、マジで負けねえ。でもドランス、そうだね、今のとドランソードだとどっち強いんだろう。結局やっぱバトルだから。これ初期、初期ベイ、これとこれか、こっちで。さすがにじゃないの。じゃあこれが。ああね、そうしようか。まあちょっとランチャーが違うっていうのもあるけど、うん、これこっちだって結局ね、時給どれだけ時給したところで相手にやられたら、そう、真ん中にいるとね、もうぶつかられちゃうんだよね。久々に正面だよ、ちゃんと久々に正しい形一番やりやすい、これが一番やりやすい。今太郎だもんな。そう、今は太郎、今はね、はい、この状態。そう、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。うわー、うわ、飛んだ飛んだ飛んだ高い、なんか今衝撃当たってはないけど、おい、打ち抜かれた。あ、軸飛んでった。飛んでった、軸ぶっ飛んだ、ぶっ飛んでった、軸ぶっ飛んだ。これが俺の力だ。あ、だからやっぱ俺 X 回すとこんな強いの。俺ちょっと待ってくれ、何か起きた今。すぎょ X、 あんまりバースト見れないんだけど、バーストするな。これが X の力かすごいな。でもそっちね、本来40秒しか回んない方だから、だからもう短期決戦で。いや、もう攻撃力、うん、もう捨て身でいくタイプだよね。力こそパワーだよ。確かに俺には合ってるな、これが俺にはこいつは合ってる。ちゃんとやっぱ相性通りっていうか、あるね。まあ攻撃は持久に強くてみたいなあったじゃん。あったあった、うん、ディフェンス、ディフェンスが多分うちにないんだけど今。ディフェンス、そっか、攻撃、パワー、ディフェンス、持久、持久、うん、OK とバランスか。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。いけ、いったれ、うわー、いったれ。これはもうダメか。やっぱ普通にドランソードが強い。うわー、ドランソード強いよ。あー、ダメだ、強。これが X の力か。X に目覚めし、気持ちいい気持ちいい。初期兵男に教えてやれ。なんとこれ、この初期兵の記憶、なんと記憶だこれ。クソ、面白いぞ X は。クソはやばい、 X はおもろいぞ。試合にも出れるぞ。俺の中で誰かが戦ってる。クソって、改造兵の記憶。あ、改造兵の記憶。改造すんなよお前。戻せ戻せ、大丈夫大丈夫。